きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日もまだ食べてないカレーパンを食べたいということで、少し前にお送りしたお店、富山のパンダパンダさんというお店のカレーパンを食べたいと思います。今日食べるカレーパンはこちらです。カレーウインナーということで、パンの中にウインナー、そしてカレーが入ってます。見た目カレーの具材が入ってるのはわからないんですけど、ちょっと2つに割ってみます。ウインナーの下にカレーが引いてある、そんな形のカレーパンです。ではいただきます。やはり評判のパン屋さんということで、まずはパン生地がふっくらしてて美味しいということが一口目の印象です。そしてこういったタイプのパンにソーセージとカレーを合わせるというのは、コンビニで売ってるパンなどでも見かけます。おそらく誰もが認める相性の良さということだと思うんですけど、改めて、ソーセージ、ウインナーソーセージ、そしてカレー、そしてパン、安定の美味しさといったイメージです。食べ終えました。美味しかったです。いろんなカレーパンがある中で、このパンダパンダさんというお店は、先日食べた、カツカレーパン、そして、今日のカレーウインナー、変化に富んでるものの良さがそのまま出てるというか、そして、今日のパンもそうなんですけど、具材とカレーとパンのそのバランス、味わいのバランスが絶妙な、感じがしました。カレーが強すぎるわけでもなく、また、その他の具材の味わいが強すぎるわけでもなく、それらのミックス感がちょうどいいなと、そのように感じさせてくれる、カレーパンだったと思います。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してね。もしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。